今日の特集はゲームの対戦を競技として行う e スポーツについてです。松山市の障害がある子どもたちのチームが今年全国大会で優勝を果たしました。 e スポーツと向き合うことで生まれた子どもたちの変化を取材しました。始まってみて伝わってますか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。松山市内にある放課後等デイサービス施設マルクスコラ。明日から旅行、修学旅行って楽しみだなっていうのもストレスの一つです。これはストレスの一つなんです。楽しみなこともストレスに入ります。心がちょっと緊張する状態になることをストレスってね。学校終わりに知的障害などがある児童や生徒たちが将来日常生活で自立できるために必要なスキルを授業形式で学んでいます。ここで今力を入れているのが、今子どもたち画面を見て集中して臨んでいるのがこれテレビゲームです。うい、ああ、パハンマにやられた。コンピューターゲームを使って対戦する e スポーツです。こちらは画面の上から落ちてくる色とりどりの物体を同じ色で4つ以上組み合わせて消化していく人気のパズルゲームぷよぷよです。この教室の小学生から高校生の4人のチームが今年1月に開かれた障害者施設などが対象のぷよぷよの全国大会で見事優勝しました。すごい e スポーツプレイヤーになるなんて思ってもいなかったので本当に嬉しかったです。もう障害のある子どもたちの教室を運営しているときに子どもたちがやはりその部活動の経験が少ないっていうことに気がつきまして、 e スポーツというのは身体的なハンディだったりとか身体的な部分での差というものが非常に出にくいもので、チーム戦で行うタイトルを選べばコミュニケーションを取りながらその子たちが部活と同じような経験ができるんじゃないのかなと思って、8連鎖から10連鎖を打ちたいっていう目標ですね。大会前は毎日教室で出される目標シートを記入しながら多く消せる方法を熱心に研究していたという濱田さん。私正本がチーム1の腕前を持つ彼女と対戦です。緊張する。あ、1、結構でも序盤は今年いい形じゃないですか、これ。ちょっと待って、なんか自分が思ってたようにやってたのに急に崩れてきたよ。ちょっと待って。5、6、7、5。めっちゃ出てきた。ちょっと待って。早い。すごい。やっぱりこう磨いてきたものがこうやって培われて日本一になったんだなというのを、私は素人ですけれどもそこは肌で感じました。はい、ありがとうございます。私どうでした？頑張った方だと思います。そうですか。優勝メンバーの一人、久保修太さん。 e スポーツの経験が今生かされているそうです。久保さんは高校を卒業したこの春からこの教室を運営している会社で働き始めました。仕事の内容は取引先などの名刺のデータを入力する作業、 e スポーツの練習で鍛えた得意のパソコンを自分の仕事にしているのです。結構出てる方だなって、ひたすらただ入力するっていう作業が楽しいなって思う。
先生に言われてとか職員に言われてとかではなくて、子どもたち自身が自分たちでこう自主的に取り組んで、今回のように大会で上位を目指すとか、そういったその子どもたち自身が自分がこう e スポーツというものに向き合ってどういう成長をしていきたいかというところをこう一緒になって寄り添っていけるような、そういったこう e スポーツとの関わりをしていきたいなと思っています。 e スポーツを通して将来につながる自主性を養う、障害のある子どもたちのコミュニケーションを発達させるツールとして可能性が広がっています。正本さん、コテンパンにやられてましたけれども、でも自発的に子どもたちがやりたいって思うことが成長につながっていくんだなと感じました。本当そうなんですよね。自分でこう見つけられなかった才能を e スポーツを通して見つけられて、でそれも先生親御さんも認識できて、なんかいろいろと循環できる、本当にあらゆる可能性があるなと感じました。ぷよぷよ勉強しております。